難病になった元旦那を捨てたこと。しんどそうにしていてもねぎらおうとも思わなかったし、離婚に迷いなんてなかった。理由はどうあれ現旦那には絶対言えない。墓場まで持っていく。詳しくしてもいい。元旦那さんは今どうされてるの？初の詳しく嬉しい。長くなってしまうんですが、お言葉に甘えて何のためらいもなく旦那を捨てるまでを書きます。結論から言うと元旦那はまだ生きてます。風の噂で聞いた話ですが、治療費を稼ぐために副作用が辛い薬を飲みながら体に鞭打って仕事は続けているようです。子供二人がいる家族四人暮らしでしたが、生活費、電気水道ガス以外は毎週月曜日に1万円を支給されるのみ、月曜日の朝に床に手をついてお願いして、1万円を受け取ることから私の1週間が始まりました。旦那は前日の残り物を出すことを絶対許してくれなかったので、一月4万円で食費や消耗品のすべてを賄えるわけもなく、独身時代のわずかな貯金は5年の結婚生活で消えました。美容室は旦那が指定した日に年2回行くのを許可されていました。化粧品は、しないと死ぬのか違うだろう。と買ってもらえませんでした。社宅住まいで周りは会社関係の人間のみ。嫁を働きに出してると言われたくない旦那は私が働くことを許しませんでした。他にも旦那は子供を近所の公園に連れて行く目的以外の外出を認めませんでした。食料などの買い出しは旦那も一緒。私が余計なものを買わないように監視するため。何か出かける必要に迫られた時は旦那にメールして、許可をもらわないとダメ。緊急の子供の病院等は別。私の財布には2000円だけ入れるのを許可され、公園帰りに自販機でジュースを買っても逐一報告。自販機で買っても信用ならないからちゃんと領収証が出るスーパーで買え。財布の残高にも監視が入ります。公園以外の外出は禁止のはずなのに。この後に及んでも私はモラハラを受けていることに気づきませんでした。それに気づくきっかけは子供たちが幼稚園に行くようになって、お母さん同士で話すようになってからでした。外出できる、人と会話ができるお迎えは雨の日も風の日も苦になりませんでした。旦那は私の交友関係が広がることが面白くなかったようですが、そこは自分の評価を下げたくない旦那。他のお母さんの前では表面上はにこやかにしてくれました。気の合うお母さんと話をする機会が増えてくるうちに、同じ専業主婦のはずなのに大きな違いがあることが分かってきたんです。その頃から旦那は周りのお母さんと比べて私を、みすぼらしいブス、〇〇くんのお母さんを見習え。という言葉を浴びせるようになりました。そして、ああ、俺も〇〇くんのお母さんみたいな嫁が良かったよ。と言われて何かが切れました。他のお母さんが身ぎれいなのは当たり前のように旦那さんが給料を渡し、その給料の中から美容室も買い物も最低限必要な化粧品を買うのも、自分の意思でできる。お前がやらないことを他の旦那はやってる。私がみすぼらしいのは他でもない。お前のせいだ。初めて反撃しました。旦那は一瞬ひるみましたが、子供たちの目の前でビンタされました。その時やっと私に対するモラハラ罵りに気づきました。それからは早かったです。2年ぶりに実家に電話をかけ、母に助けを求めました。旦那は私と母が接触しないように裏で糸を引いていました。私が至らないと母に苦情を入れ、私が母と祖父を悪く言ってると吹き込み、実家と私を疎遠にさせていたんです。何十分もかけて今までのことを吐き出しました。母も私も声を上げて泣きました。そして母は冷静に、突然離婚を口にするな。逆上されるだけだ。子供が冬休みに入るまでの1ヶ月だけ耐えなさい。と言い、旦那が仕事でいない日時を指定してやり取りをしました。こっそりお金も送ってくれた。ありがたいけど本当に情けなかったです。少しずつ着払いで実家に荷物を送っていた矢先、旦那が体の不調を訴えて検査に行きました。もともと微熱でも俺は病人だと騒ぐ人だったので、いつものことだ程度に捉えていたんですが、その結果が難病。
それを聞いてもなお、旦那の今後よりも私と子供たちの今後の方が大事でした。気がついたら、私にどうしろというの、と言ってました。旦那がうなだれて自室に戻る背中に、これでもかというくらい冷たい視線を送ったのを覚えています。この時すでに旦那は自分の病気のことで頭がいっぱいで、私にモラハラする余裕がなく、そのおかげで思ったよりもスピーディーに動けました。離婚届を突きつけたら旦那は泣きました。俺を見捨てるのか。と、私はそうだと答えました。あなたが私に手を挙げた瞬間すべてが終わったこと。子供たちの目の前であなたが何をしてきたか。あなたが病気にならなくても、私と子供は年が明ける前に家を出られるように行動していたこと。全部ぶちまけました。初めて謝ってきたけど、私はちっとも揺れなかった。謝ったのは自分が不安に押しつぶされそうだから、必死だから、違うの？旦那は黙ってしまいました。有無も言わさず離婚届にサインさせ、さっさと提出しました。養育費はいらない代わりに二度と私と子供に接触しない条件も飲んでもらい、自分でも驚くくらいに何のためらいもなく別れました。旦那は気が弱い父親なのをいいことに男を作ったりと、やりたい放題の母親を見て育ったから、結婚したら男が家庭で強い立場になればいいと思ったそうです。気の毒だけど、それで私にモラハラしていい理由になんてならない。関係ないと弁護士に言われて泣いていました。俺絶対生まれ変わる。堂々と迎えに行けるふさわしい人間に生まれ変わります。と言われておかんがした。私は連絡先を変えて母も引っ越した。半年実家でお世話になって部屋を借りて実家を出ました。2年前に縁があって。僕には子供ができない。だから僕をあの子たちのお父さんにしてほしい。と言ってくれた現旦那と再婚。初めて結婚っていいものだと思いました。お給料を任せてもらい、家族のために頑張ってやりくりしています。一年ほど前に元旦那から実家の母に伝突があり。引っ越したんですか？私子や子供たちは元気ですか？俺は。以下元旦那の現状をダラダラと言われたそうですが、再婚したことを伝えたら絶句していたそうです。あなたに娘や子供を案ずる資格はあるのかと言ったら黙って電話を切ってそれっきりです。長くなりましたが、現旦那にはモラハラと性格の不一致で離婚したとしか言ってないので、離婚する時の私が氷のような女だったということは墓場まで持っていこうと思っています。今は幸せなんだね。よかったよかった。元旦那さんからの仕打ち、呼んでるこっちがイライラしたわ。元旦那さんは捨てられて当然のことをあなたにしたんだから全然冷たいとは思わないな。現旦那さんとお子さんたちと末永くお幸せにね。ありがとうございます。俺は親からも捨てられて、嫁にも捨てられるの？実際はおどおどした父親も好き放題の母親も嫌いだと自分の意思で逃亡した。とモラハラの得意技、同情を引く&相手に罪悪感を植え付ける攻撃にも出てきたんですが、私はある意味吹っ切れすぎていたせいで、子供たちからも捨てられるんだよと返して一切ひるまず。元旦那の今の孤独がどれほどのものか、想像もしたくありません。私ならおそらく耐えられません。子供の発表会で感動して涙ぐむ現旦那を一生かけて大切にしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。